和さん、はいはい、50代以降になると、はい、ある程度こう地位や名誉がついてきて、うん、お金に余裕が出てくるじゃないですか、うん、そうなると、うん、はい、まあ、投資だったり、うん、家の購入だったりとか、うんうん、お金を結構使う機会が増えると。増えますね、これは。この際の、うん、はいはい、お金の失敗ケース、うん、あ、なるほど、そっちね。失敗しないしちゃダメだよってことだからね。そうですね、うん、この、まあ、ここに当てはまらないように皆さん注意していただきたいという動画になります。今回確かに50代からやっと資産運用を始めますっていう、ちょっとこうまとまった資金できてきたんでこれから始めますっていう方が陥る失敗パターンっていうのは結構いくつか ありますからね。この辺ちょっと今回じゃあ5つにまとめて話してみましょうかね。はい、それでは50代以降の方がやりがちなお金の失敗ということでね、1つ目、投資信託。特に2024年以降は新NISA を、ね、使った投資信託で金融機関の選び方間違えちゃうっていうパターン、これはまあ一般よくあるかなっていう感じですね。もともと自分が使っている金融機関がありますよね、まあ、これメガバンクだったり地方銀行だったりで、そこでこう銀行でお金を入出金していると、でよく窓口も行きますっていう方が、まあ、50代以降ぐらいでちょっとまとまった資金あると、例えば銀行に用事があって窓口行くと、座って待ってる時に銀行員の方が声かけてきて、資金余力お持ちのようなのでこういったものどうでしょうかって提案してくるっていうのが結構あって、で、まあ、僕50代以降じゃなくても僕でも銀行でちょっと用事があっていくとまとまった資金が口座に入っていると提案来るんですよ。でその時に来る提案っていうのが投資信託、新NISA も始まりました、非課税なので運用始めませんかって来るパターンがあって、でここで、あ、じゃあちょっと資産運用始めようと思ってたんでやりますって言って申し込みすると、これはだいたいいけてない商品買ってるパターンが多いんですよ。まあ、何がいけてないかっていうと、まずその金融機関が儲かる商品を提案してくるケースがどうしても多いんですよ。そこで営業してくる人たちの狙いっていうのは、ね、より手数料の取れるものを買ってもらいたいっていうのがまあ本音なので、それをね真に受けてポンって買っちゃうとあんまりいい商品じゃないケースが多いですね、実際は。だからまあ今はまあ勉強してる方はねもう大丈夫と思いますけど、ネット証券で口座開いて、でランキングも今出てますから、ね、この辺りでまあ人気なのはね S&P500 とかオールカントリーとかね、まあ、最近はちょっとインドとかこれから来るっていうところをね狙っていく人もいますけど、まあ、こういったところの銘柄を自分で勉強して新NISA枠を使って投資信託の商品選ぶっていうのがもう重要な、まあ、マストというかね、絶対それで抑えてくださいと。まあ、くれぐれもね銀行でね仲いいからって言いなりで分かんないから銀行員さんの提案に信じて任せるよみたいな風になってるとあんまりいい商品じゃなかったり、金融機関さんの手数料が高くてあんまりこちらのお金増えないみたいなケースがあるので、この辺はちょっと50代以降の方はねよくあるパターンだと思うので注意していただきたいと思います。そしてですね、50代以降の方がやりがちなお金の失敗2つ目はですね、何かというと生命保険が高すぎるよっていうことですね。でこれもねすごい個別相談を受けてて多いんですけど、やっぱり安心のためにしっかり生命保険に付保してきている方が多いんですよね。でこれも当然理解はしていて、ご家族のため、自分何かあった時入院の保険、死亡保険含めて、あと残された家族にね安心のためっていうんでいろんな保険かけてる方は、まあ、もちろん多いんですけど、50代以降から何ていうんですか、成人されたお子さんたちがこう巣立っていくことになってもういいよねと、もうちょっと保険の掛け金下げてもいいんじゃないっていう方もかなり多いんですよ。でむしろその月数万円、まあ、例えば3万とかすごい人5万とか、ね、生命保険かけてる方って、まあ、よくいらっしゃいますけどね、ここ数万削ってそれこそ積立投資枠の新NISAにね運用を少しこう分けた方がいいんじゃないとかね、生命保険そこまでかけなくてもいいんじゃないとか、まあ、あと僕たまに言ってますけど日本の生命保険ってちょっとその還元率が良くないんですよ。だからあんまり大きくかけても割が合わないので、まあ、他の動画見てほしいですけど、まあ、海外の保険付保したらもうパフォーマンス全然違いますからね、そっちに切り替えるとかっていうのがね重要になってくるので、20代30代からずっとかけてる生命保険がもう高すぎかけすぎじゃないか、割高な割にパフォーマンスが良くないんじゃないか、もう必要ないんじゃないかそこまではっていうのがあればちょっと見直ししてほしいっていうのが、まあ、生命保険の見直しがおすすめというところが2つ目の考え方だと思います。そして3つ目ですね、50代以降はやりがちなお金の失敗3つ目は地方のマイホーム。これを最近ちょっと言ってなかったんですけど、以前ねよくこの話してたんですけどね、まあ賛否両論あると思うんですけどね、特にこれから買う場合ですね、
もう買ってますと、もう10年20年借金返済してて住宅ローン減ってきて地方在住ですって、この方にも何も言うことないですね。このまんまあのただ住宅ローン返しながらあの過ごしてもらえればいいと思っているんですけど、これから家買うっていう人も50代でまだお家買ってない方もたくさんいらっしゃるんで、こういう方がね家買おうと、ね、考えてますと、頭金も入れられますっていう時に、そこどこですかみたいな地方に夢のマイホーム買うみたいな、これはもう本当にやめてほしいなと。もうね一番失敗するパターンかもしれませんね。でなんでかというと、少子化が進む日本において、地方郊外の不動産価値っていうのは残念ながらも下がっていくっていうのが、ほぼほぼ目に見えて明らかなんですよ。でもちろん1都3県とか愛知県名古屋とか大阪とか神戸とか福岡とかね、こういうところは最後まで資産価値が下がりにくい、むしろ下がらないで上がっているところも多いんですよ。で外国人のニーズもありますよね。だからそういうところは資産価値が高くなるし下がりにくいから、マイホーム買うのは結構僕おすすめしてるんですよ。賃貸よりもそういう高立地なエリアのマイホーム購入の方が資産が増えるっていう派なんですけど、これがですね、どこですかっていう聞いたことないような田舎町のマイホーム、しかもね土地から新築のマイホーム戸建て建てちゃうとかね、あとは新築のマンションを地方に買っちゃうとかってやると、これは資産価値がどんどん下がっていって、売りたくても売り値より残債がずっと高いっていう状態が、50歳で買っちゃったら70までの20年ぐらいはねだいぶ苦しむかなって思いますね。なのでもともと買ってる方は借金が減ってきてるからまあ大丈夫だと思うんですけど、これから買う人は確実に比較的いい場所で、資産価値が下がりにくい場所にマイホームを買うか、これでもローンの返済期間が短くなってくるんで、だいたい79とか84とか引く実年齢なんでね、だからもう35年とか引けなくなってくるから返済額も高くなってくるので、返品とかもちょっと気をつけながらいい場所に買えるなら買ってもいいと思います。ですけどちょっとみんなが知らないようなね田舎町に買うっていうのは厳しいので、そういう時は賃貸で一回住みながら安い賃貸に住んでお金を貯めて、そのお金を運用に回すっていう方にフォーカスした方がいいと思うんで、これお住まいのエリアによりますけどね、50代以降の方がこれから地方の新築系のマンションや一戸建て買うっていうのはこれも現金なんで気をつけてください。そして50代以降がやりがちなお金の失敗の4つ目ですね、日本円のみ貯金してるってパターン、これがまあ一番多いかもですね。安心ですから、なんといってもね、現金を預金しとくっていうのがまあ一番安心なんで、気持ちはわかるんですけど、 99% ぐらいそうじゃないですか。いやそうかもしれませんね、 99% 貯金だけしておけばお金が減らないから安心と思ってると思うんですけど、これはね大きな誤解でして、実はお金減ってるんですよね。めちゃめちゃ減ってますからね本当に。例えば2019年に2000万問題がありましたと、で2000万自助努力で用意しましょうと、でその時に2000万持ってる方だとしますよね。よし私2000万持ってると、だからあとは退職金と年金で大丈夫だ、2000万問題クリアと思って、2019年からですね、今5年経ちましたね、5年間何もしないで2000万貯金してたらどうですかね。5年前の2000万と今2000万同じ価値ですかと、同じもの買えますか。全然買えないですよね今ね。もう少なくともどうですか、 10%20% は最低でも円の価値下がってるって言っても過言じゃないですよね。つまり100円で買えたものが120円ぐらい払わなきゃ買えなくなってるよねとかね、為替なんか明らかですよね。当時1ドル100円だったものが今160円ですからね、 50% ぐらい価値が下がっちゃってきたっていう感じですよね。だからもうそう考えるとかなり円だけで持つリスクっていうのは高まっていて、少子化で日本の国力が下がっていくっていうのが止まらない限りは、人が減っていく、国力が下がる国の通貨が強く居続けるわけがないんですよね。だからやっぱりこれからかなり厳しくなってくるっていうのは目に見えてるので、円だけ持つっていうのは本当に危険だなと思いますね。だから日本円はもちろん最低限必要なんですよ、生活するためとか資産運用する武器でもあるからもちろん必要なんですけど、こっから例えば現物資産である収益不動産とか、あとは賛否両論あるけどビットコインっていうねデジタルアセット暗号資産に投資するとか、その他毎月こうお金が入ってくるような仕組みに投資するとか、それこそ新ニーサやってみるとかね、こういうふうに円を他のお金が増えるもの、円以外に切り替えられるものにねどんどんこう投資していくっていうのが50代以降の方はマストでしょうね。これやらずに貯金だけしてるっていうと本当に円の価値が下がっていっちゃうので注意が必要かなと思います。そして50代以降の方がやりがちなお金の失敗5つ目ですね、これもね多いんですよ。繰り上げ返済、これは
やりがちなんですよ、マイホームの住宅ローンの繰り上げ返済ね。これはね、マジでやめてほしいなって思ってます。うちの父も やりましたね。イエスさんのお父さん、どうだったの？やっちゃったの？退職の際に、まあ、全部返しましたね。やっぱりね、はい、だから退職しました、退職金がまとまったお金入りました、老後の住宅ローンの借金が不安です、全額繰り上げ返済しますと。これはね、愚策です。あ、なるほど。これは気持ちはこれも分かるんですけどね、不安だから、借金が不安だと、ずっと返し続けなきゃいけない借金が不安だから、借金をゼロにするんだっていうのはもちろん分かるんですけど、これやっていい人は、例えば1億円キャッシュ持ってて住宅ローン残差が2000万だったら、2000万返して8000万まだちゃんと貯金が残ってる、内部留保ある、こういうのはまあいいでしょうね、少しの不安ストレスを消すみたいな。やっちゃダメなのは、2500万お金がある人が住宅ローン2000万残債があったら2000万返しちゃうってパターンね。これは本当に愚策で、あの500万しか残んないんで、そうするとで500万でやれることと2500万でやれることってもう全然違うんですよ、資産運用が。さっき言った日本の円のリスクに備える意味でも、いろんなポートフォリオに投資していかなきゃいけないんですよ、これからの日本人は。なのにその武器である現金を繰り上げ返済、ましてやもう世界を見てもあの有数の超低金利、金利上がってきたって言われてますけど、全然もう超低金利ですからね、日本は恵まれてるんですよ。でも超低金利で借りられている住宅ローンを、ね、わざわざあの返しちゃうっていうのは本当にもったいないことで、これはもう毎月返していけばいいんです、低金利で。低い人なんて今 0.3 とか 4% じゃないですか。高くだって 1% 台ですよ、固定金利フラット35でも 1% 台で組めるわけですからね。なので変動だろうが固定だろうが、そのぐらいの世界の中では圧倒的低金利で住宅ローンを組めているので、組めていると思った方がいいですね。でそれを急いで返す必要はないんですよ、そこはもうちょっと金利払いながら毎月返済していけばいいんです。で持っている手元の資金は不動産投資のアパートの頭金にするとか、なんかその他の別の毎月のストック収入が入ってくる仕組みに投資するとか、ね、さっき言った新NISAで成長投資枠でね、期待の銘柄に投資するとか、毎月積み立て投資で投資信託でね、非課税で新NISAやるとか、あとはビットコインとかイーサリアムみたいなものに余剰資金でちょっと買っておくと、将来の上昇を捉えるというようなことをやるための原資なんで、これをあの超低金利で借りているマイホームのローンに繰り上げ返済している場合じゃないんですよね。でここはね本当に多いので、老後の借金を返さなきゃいけない不安をなくしたいって言って、大切な武器を全部繰り上げ返済に当てちゃうっていうパターンは気持ちはわかるけどもったいないっていうか、申し訳ないですけど金融リテラシーが なさすぎなんで、これはもうこの動画見ていただいた方はね、踏みとどまっていただきたいなって思いますね。じゃないとあの後で何もできなくなっちゃうっていうことですよ。だからあの、まあ、もしこの動画見てですね、いやとはいえ繰り上げ返済しようと思ってたけど、じゃ止めるけど何したらいいんですかみたいな分かんない人いると思うんで、そういう方は よろしければ概要欄からですね、私の LINE 登録いただいて個別面談相談いただきたいですね。結構最近多いですね、40代後半50代前半ぐらいの方で、で、ね、ご年収もちゃんとあります、で自己資金も数百万とか数千万ありますと、で住宅ローンちょっと返そうと思ってますけどとかって言われた時、いやちょっと待ってくださいみたいなね話も最近多いんで、そこで繰り上げ返済してしまった人と、ね、繰り上げ返済せずに別のポートフォリオに投資した人で、本当に極端じゃなく、この10年20年で数千万は差つきますから、10年で4桁前は間違いなく差がつくぐらい、それぐらい資産に差がついちゃうんで、必ずですね、あのその繰り上げ返済自体止めてほしいなと、まあ、奥様にね早く借金返しなさいよって言われる男性も多いと思いますし、逆にね男性も不安だから返してくれって言われてる女性もねいると思いますけど、これはね冷静に考えたら返す意味ないですよ、まあ、ちょっとこれ言ったら怒られちゃうかもしれませんが、住宅ローンを組めてるってことは団体信用生命保険っていうのにこうマストで入ってるわけなんですよ、金融機関が入りなさいって言うから。でも団体信用生命保険っていうのはご本人が亡くなるか、あと最近は高度障害、最近は癌断診っていうのがありますね。でこういったいずれかに当てはまった時に保険が適用されて借金がなくなるっていうね、その保険がそもそも入ってますからね、だから慌てて返す必要はないということを皆さん覚えておいてください。その時自動的に繰り上げ返済されますから、その時来たら
ね、だから借金が残ってようが大丈夫なんですよ。それは奥さんに説明してあげた方がいいですね。そうそうそう、本当に結構シビアな話ですけど現実ですよね。そう、必ずだって人間っていうのは命がね、うん、あの尽きる時が来るわけで、その時に何千万何億借金があったって断定しの生命保険不法してる皆さんはね、住宅の組んでる皆さんは亡くなるわけだから、リセットされるわけだから、で残された家族には無借金になるわけですからね。だから生前慌てて大切なお金で超低金利の借金返してる場合じゃないんですよ。もっと他のことにお金を使わなきゃいけないのでね、ちょっとこの繰り上げ返済っていうのが一番まあ今回気をつけなきゃいけないお金の失敗だと思うので、どうかねやらないでほしいなと思いますし、とはいえね悩みますと何したらいいか分かりませんっていう方は概要欄から私の LINE にね連絡いただいて、個別面談ご連絡いただければ日程調整しますし、あとはあの毎月ですね、いろいろなテーマであの勉強会をやっておりますので、ここにまず参加してもらうと、あ、こんな風な資産運用の手段があるんだなと、住宅ローン返済繰り上げ返済してる場合じゃないなというのもね分かっていただけると思うので、ぜひあの無料勉強会もね参加いただければと思います。スケジュールは LINE でご連絡します。あと最後にあの令和って漢字2文字送っていただきたいなと思ってまして、そうしますとあの4つレポートを差し上げてます。お金の増やし方の資産運用を説明するレポートですとか、資産運用するための自己資金増やすための副業の手段をお伝えしている動画ですとか、あとは年収別にご自分ができる不動産投資が分かるレポートですとか、いろいろとね用意しておりますので、 LINE 登録いただいて令和と2文字漢字メッセージ送っていただき、その後によろしければ面談なり勉強会なりねご連絡お申し込みいただければと思いますので、よろしくお願いします。本日は以上になります。ありがとうございました。アフタートーク、はい、アフタートーク、現金はやっぱ取っておく価値っていうところの提供ができるといいですよね、うん、はいはいはい、はい、現金じゃないとできないことの選択肢が令和の富裕層は結構あるじゃないですか。そうなんだよね。あるからローンを組めるものは組んで、うん、現金を残しといた方がいいっていうのがやっぱり、いいこと言う、これはですね、今話聞いてて思いましたね。民泊もそうだし、源さんね、だいぶ分かってきてくれたね。現金じゃなくてもできるのは、例えば収益不動産買うっていうのは全額出ないけどね、あの9割とかそれ以上ローンが出るから、うん、これはそう銀行のローン使って買う方がいいと。車とかね、そう車もそうじゃないですかね、うん、ローン出やすいから、あのそのローンで買うこともできますし、太陽光発電とかも自己資金あんまり入れなくても買えるから、これでもローンを組んでストック収入を作り節税も受けるっていうのができると。でも現金でしかできないものっていうのが結構あって、だから例えば設備とか装置買うって、それをこう貸してマネタイズする仕組みって僕今結構やってるんですけど、これってあの現金じゃないと始められないものが多いんですよ。か、まあ、あの運転資金っていうやつをあの銀行から借りられればそれは使えるけど、その事業に対しての融資っていうよりは運転資金とか創業資金で借りなきゃいけないから、やっぱりその現金じゃないとできないストックビジネスっていうか、そういったものってね あるんですよね。だからここには取っときたいんですよ。あと例えばビットコイン買うとかもそうですよね。ビットコイン買うから、あと株式買うからお金貸してくださいって言ったってダメですと、ね、何言ってんですかってなるじゃないですか。だからこういうのといえば自己資金を投下する必要があるわけで、ここに取っとかなきゃいけないんですよ。でマイホームみたいな超低金利で貸しといてくれるものはもう借りといた方がいいんですよ。で何なら最後借金ね、自分が死んでしまったらゼロになるんだからそこはもう借りとった方がいいんですよ。でお金がないとできないものにちゃんとお金取っといて、そこが利回りが高いものを選んで投資していくっていうのが、あのまあ、令和の富裕層研究所ではねめちゃめちゃ大事にしてますし、この辺が伝わると嬉しいですよね。結構利回りの高い投資案件って現金が必要な場合多いっすね、うんうん、ほとんどそう、ほとんどそう、うん、さっき言ってくれた民泊もそうじゃないですか、うん、うまくいけばね年利何十パーセントとかね 100% 狙えるけど、やっぱり敷金、礼金、仲介手数料、家具家電、これ現金でやっていかないといけないから、やっぱり数百万ぐらいはね予算取っといておかなきゃいけないけど、超利回り高いと。でそれ以外にもその、まあ、例えば車買って貸すっていう仕組みもありますけど、これも中古で買う車っていうのはね何十万何百万はまあしますから、これ現金で買うケースが多いんですよね。あ、もちろんこれは車はローン出る可能性もありますけどね、でも現金で買って貸し付けることで利回り 10%20% っていうのは狙えると。こういうふうに利回り高いものが結構現金が必要っていうのは確かにあのそういうケースが多いので、そこに取っといてほしいんですよね。銀行から貸してもらえるものはね気持ちよくありがとうございますって言って借りて運用しておくというこのバランスが大事で、まあ、この知識とか、まあ、選択肢を知ってほしいですよね。何が現金がなくてもできるかで、何が現金なきゃできないか、でそしてそれぞれの利回りがどれぐらいなのか、
リスクがどれぐらいあるのかっていうのをね、理解した上でご自分ができるものを選んで投資すると、これを皆さんには学んでほしいなと思いますし、まあ、レアルフルスを研究所はその辺をね、どんどんお話ししていきますので、まあ、チャンネル登録してですね、引き続き今後の動画を見てもらえたらなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。